日本の財務官僚。国税庁名古屋国税局長や、国土交通省大臣官房審議官兼内閣、官房内閣審議官、財務省横浜税官庁等を務めた。千葉県出身。東京都立石寺高等学校を経て、一橋大学経済学部卒業後、1978年、大倉省入省、銀行局調査課配属。 1980年大臣官房調査企画課。1981年大阪国税局。1982年建設省。住宅局政策課。1984年廿日市税務所長。1985年7月国税庁。長官官房総務課課長補佐。1987年日本。貿易振興会コペンハーゲン事務所長。 1990年から大倉省銀行局調査課課長補佐を務め、金融制度改革の法案策定に当たった。1992年神戸税関総務部長。1994年大阪国税局調査第一部長。1995年大倉省大臣官房企画官1996年名古屋国税局課税第一部長。 1997年国土庁計画調整局特別調整課長。1999年東京国税局課税第一部長。2001年国税庁長官官房企画課長。2002年国税庁課税部課税総括課長。2003年独立行政法人造平局東京市局長。2004年預金保険機構検査部長。 2005年預金保険機構財務部長。2006年中国財務局長。2007年名古屋国税局長。2008年国土交通省大臣官房審議官。県内閣官房内閣審議官。アイヌ総合政策室長。2010年から横浜税官庁を務め、利便性向上に当たるなどした。2011年東日本高速道路監査役。 2014年財務省大臣官房付、同年大官、三菱日立製鉄機械社長付調査役、同年プライメタルズテクノロジーズジャパン調査役、高松市観光大使、2016年非使用エレクトロ監査役、三井住友会場火災保険顧問、2019年侍証券取締役、趣味は記念スタンプ集め、ありがとうございます。